連日お伝えしてきた千歳の道の駅のテナント退去をめぐる問題、大きな動きがありました。3月19日本日をもって、一旦、ピザドゥは、営業を、ここでの営業を終了いたします。道の駅の人気を支えてきた店の灯火が消える日がやってきました。それぞれの決断をもう一掘りします。もう一掘り。道の駅サーモンパーク千歳は、千歳市がシダックスグループを指定管理者に選び、8年契約で運営を委託していましたが、契約期間が終わることで来月からは別の企業が運営を行うことになりました。当初シダックス側はテナントにこう話していました。シダックスとしては引き継ぎをやりますので、新しい指定管理さんと契約してくださいねって、私たちも次の指定管理の方と契約できるものだとばっかり思っていましたので。しかし来月から運営を行う企業は道の駅に直営店を入れる計画でした。テナントとは契約しないことを河村さんたちが知ったのは1月末になってからでした。9つあったテナントは次々と閉店、設備の撤去工事が行われる中、なんとか営業を続けたいと残っていた3つのテナントもついに昨日での営業終了を決断しました。道の駅に欠かせない野菜直売所は朝から大盛況、品物もどんどん売り切れになっていきます。札幌の布袋の残儀が食べられる中華料理店ゴーク、は100キロ、大忙しの厨房、あの味を最後にもう一度食べたいと店内もテイクアウトも注文が殺到します。どうもありがとうございました。いろんな縛りがあったんでしょうけど、私としては無念です。1月までは考えてもいなかった突然の閉店、スタッフ17人は全員解雇が決まりました。店長も失業保険で生活をつなぎながら次の仕事を探します。女性スタッフが14人いる航空、子供を預けて働いていた人は再就職にも不安を抱えています。今年1年生になる子が学校保育申し込んだんですけど、はい、職を失うので一旦ちょっとキャンセルされちゃって、一旦ちょっと預け先がなくなるので、そこからどうしようかなって。一方、自慢の薪窯で焼くピザが人気のピザドゥも朝から行列が絶えません。ここでは最後になるけど、ラガー出てない、やっぱりラガー入ってない、こんだけみんなに支持されてると思うと楽しいですね。久保田さんは半年以内に千歳市内で新たな店を開くつもりです。それまでの間、15人のスタッフのうち希望する人の雇用は続けるといいます。あんな立派なピザが回るのに2ヶ月で出てくると、なんかそのいろいろお金の問題とかも大変そうだし、あとなんかこの界隈印象が悪くなっちゃってると思うので、店の命でもあるおよそ4トンのピザ窯、次の店舗でも使えるように釜を移動できないか検討しています。午後5時40分、閉店でスタッフも離れ離れになる航空、最後の挨拶です。みんな大変な時も
よく頑張ってくれました。アナヤさん本当にありがとう。アナヤちゃん本当にありがとう。自分の人生を全部つぎ込んだような店でしたので、本当に手足をもぎ取られたような気持ちでおります。千歳市はあくまでテナントの契約はシダックスとの間で結ばれているものだとしてきましたが、久保田さんや川村さんにとっては退去をめぐる混乱の中、市から直接話がなかったことが心に引っかかっています。使い捨てじゃないですか今回のことって。ダメなところから僕らが8年間かかって盛り上げてきたら、もうその後もうちょっといいものが出てきたら、安いものが出てきたらもういらねえよっていうのじゃあまりにも冷たい。8年間道の駅を支えてきたテナントが消え、空っぽになったサーモンパーク千歳、今日からリニューアルに向けた工事が本格化していきます。